ドクター吉田のナチュラル肉体改造。さて今回もパサデナはレイクアベニュー沿いにありますヘルスアドバンテージフィジカルメディスンにやってきました。クリニカルディレクターでカイロプラクターの吉田美和先生です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、再生医療のステムセルについてお聞きしたいんですが、はい、このステムセルって一体何なんですか？ステムセルっていうのはですね、体の細胞を再生させる能力がある、例えばの筋肉でしたら筋肉、半月板でしたら半月板とか、人体だったら人体を治すのに手助けになる細胞というふうに言われてるんですね。だからいろんな今医療の場所に使われてます。細胞を注射で病変の部位に、例えば膝でしたら膝の中に入れたり、あの腰痛でしたら腰の筋肉とか人体の近くに入れるというふうに使います。これ注射することでその部位が再生されるんですか？そうなんですよ。このステムセルの特性としまして、傷んだ部位がありますとそこに行きましてね、傷んだ部位をリペアするだけでなく、より良い状態に持っていくっていう特性があるんですね。はあはあ。ですからこのステムセル治療をすることによって、もう傷んだ例えば膝の半月板ですとかも修正されることも多いですし、腰痛でしたら腰のね椎間板や筋肉が修復されるという現象が起こるんですね。例えば膝の患者さんとかですと、もうずっとね痛いまま何年も何年も放っておいてますけど、あの手術をすることになったら開けてから今度何日も歩けなかったり、仕事に行けないとか休み取らなきゃいけないとかあるんですけれども、このステムセル治療っていうのは注射1本でもう1時間ぐらいでもうパッとできちゃうものですから、仕事も休まなくていいし、お金がかからない、そこまで。あの手術しますとね、やっぱりこの国膝なんかでもまあ5万ドルから、はい、あの10万ドルぐらいはかかってしまったり、保険があってもね、保険のデダクタブル、私たちあの5000ドルですとかね、1万ドルとかある人がザラじゃないですか、はい、結局全部カバーする人なんかいませんから、そのことを考えたらやっぱり手術を しなくちゃいけないかなと思う人だったら絶対に試した方がいい治療ですね。はい、もともとこのステムセルって何からできてるんですか？今使われてるステムセル治療の中では3種類ぐらいあるんですね、はい、赤ちゃんのへその緒ですね、アンブリカルコードのところから、コードのジェルから取るステムセルですね。もう赤ちゃんから取るわけじゃないんですよ、はい、赤ちゃんとお母さんをつないでるへその緒の部分から取るステムセルですね、はい、これが一番再生力が強くて若くて元気なステムセルが取られると言われています。はい、うちが治療に使っているのはこの、 あのへその緒から取る一番若い、はい、再生力の一番強いと言われているステムセルを使っています。再生力で言ったらもう100倍ぐらい違うんじゃないですかね。今まで治療を受けた方で、例えばこんなに悪かった方がこんなに変わったっていう実績は何かございますか？いや、たくさん実績があってもう本当にあの説明しきれないぐらいなんですけれども、はい、まあ、あの最近の患者さんでは80を超えた患者さんでですね、はい、LINE された時は膝が痛くて車椅子でいらっしゃったんですよね、はい、もうで車椅子で旅行とかされて、もう旦那様が車椅子を引くという、やっぱりちょっとそれがね悪くて旅行も行けなくなった人とかいるんですけど、このステムセル治療によって膝の痛みがすごい改善しましてね、もともと手術しかないっていう風な感じで言われてたんですけど、まあ手術をする前に年だしステムセルをやってみたいということでやったら、数ヶ月後には杖でつくようになって、はい、でもちろんあのリハビリとかあの他の治療なども交えてやりましたけれども、結果的には今毎日ジムに行ってトレーニングしてエクササイズして杖も何もなくあの元気に暮らして、今日本に行ってらっしゃるのかな、何もなしで温泉に行ったり、すごいな、人生を謳歌されてます。あの80代の方ですね、はい、80代中盤ぐらいですね、実は今膝が痛くて車椅子を使ってた方、はい、でもそういうのを見てると本当にね嬉しいですし、あのこういった仕事をやっててよかったなっていつも思います。本当にびっくりするような効果を期待できるステムセル治療ですけれども、このステムセルについてはですね、また時を見てお聞きしたいと思います。お問い合わせにつきましてはヘルスアドバンテージのウェブサイトをご覧ください。health-advantage.net health-advantage.net、 またお電話でのお問い合わせは 626-798-7805 626-798-7805
0798-7805 ドクター吉田先生までお願いします。先生ありがとうございました。ありがとうございました。